強鎖乳突筋は頸部にある筋肉の一つ。首を曲げ、回転させる働きを持つ。強鎖乳突筋という名前は、胸骨と鎖骨を騎士とし、側頭骨の乳溶突起に停止するところから付けられた。支配する運動神経は副神経であり、近くは、低神経層が司る。血液は、高等動脈と上向上線動脈の枝である。強鎖乳突筋枝から供給される。 警部を保護するという目的から、競技能力の向上よりも、怪我の防止という観点で鍛えられることが多い。頭にパンチを浴びるボクシング、首を抱え込む体勢が多いレスリングなど、格闘技系の種目で特に重要視されるが、その他の競技でも、事故を防ぐために鍛えておいた方が良いとされる。トレーニング種目としては、リバースレスラーブリッジや、ネックフレクションなどが存在する。 この筋が両側性に働くときには顎を軽く髪型に上げつつ、後頭を前方に引く。1、側性に働くときには頭を反対側に回し、かつ傾ける。頭を固定しているときには、呼気筋として採用する。強さ乳突筋は、首の後ろ側に2つある、頭板状筋の菊光筋。2つの筋肉は、同じ頭蓋骨の乳幼突起が付着部である。 首の動きとして、首が右に回るときに、頭板上筋は、後ろ右にある筋肉が収縮し、強鎖乳突筋は左側にある筋肉が、右に伸びて働く。首が左に回旋するときは、頭板上筋は、後ろ左側の筋肉が収縮し、強鎖乳突筋の右側にある筋肉が左に伸びて、働く。頭板上筋の左の筋肉が、コンセントリック収縮しているとき、 首の対角線上の右前にある、強さ乳突筋は、エキセントリック収縮する。補足として、両筋肉はどちらも、側屈の働きでは、右側にある筋肉は右に側屈、左側にある筋肉は左に側屈して協力する。ありがとうございます。